お控えなすって。私、かつて妹と共に体を売られた旗は者でございます。ですが、どちら様に何を奪われようと歪む人生は歩みません。頑張ります。お母さんに売られてなかったら今と違ってたと思うよ。大きくは変わんないと思う。だって楽しいし。俺の法律教えてやろうか。これからとも妹を全部正直に話す。それだけだ。私、人呼んでガーストマシンガン。